アンドレイ・イワノビチエ両民子はソ連の軍人、ソ連法元帥、ルハンシク近郊のマルコフカの貧農の家庭に生まれる。父は軍務についていたが、重病になり死去した。以来、アンドレイの母親は、女で一つで五人兄弟を育て上げた。1913年、ロシア帝国軍に招集。第一次世界大戦勃発と共に、兵卒として従軍し、後に、 分隊長となった。1917年の2月革命後、連隊委員会に選出。ルーマニア戦線から帰国後に除隊したが、干渉軍に対するパルチザン部隊に加わった。1918年末から赤軍に入り、全連邦共産党に入党した。その後、旅団情報部長、連隊参謀長、第14機兵士団の連隊長補佐官を歴任し、ポーランド軍、 ブランゲリ、マフノの舞台と戦った。1929年、レニングラードの高等騎兵学校を卒業した後、第14騎兵士団第55騎兵連隊長に任命。V.I. レーニン、名称軍事政治アカデミー付属政治家庭。1935年に、M.V. フルンゼ名称軍事アカデミーを卒業。騎兵士団、騎兵軍団を指揮し、ポーランド侵攻。 リトアニア併合に参加した。1940年から機械化軍団長、北カフカーズ軍管区司令官、極東第一、赤旗軍司令官を歴任し、1941年、ザバイカル軍管区の第16軍司令官となる。独ソ戦勃発後、西部戦線副司令官に任命され、スモレンスクの戦いに参加した。1941年8月、 ドイツ軍の進撃により、南西戦線の側面と後方が脅かされたため、ブリャンスク戦線の創設が決定され、エリオメンコは、その司令官となった。10月、エリオメンコは、重傷を負い、モスクワに抗争された。治療後、1942年1月、第4打撃軍司令官に任命され、トロペツホルム作戦に参加したが、再び負傷した。その後、 南東戦線司令官に任命され、スター・リング・ラード攻防戦に参加。1943年、カリーニン戦線司令官となり、9月からのスモレンスク作戦に参加。1944年2月から4月、独立演会軍を指揮し、ケルチ海峡からクリミア解放作戦に参加した。同年4月から第二ゾイ・バルト戦線司令官となり、9月からのリガ作戦に参加。 1945年3月、第4ウクライナ戦線司令官となり、モラフスクオストラフ作戦を指揮、チェコスロバキア中央部に進撃した。同年6月24日、戦勝記念関越式に参加。戦後、ゾイカルパチア、西シベリア、北カフカーズ軍管区司令官を歴任。1955年、ソ連邦元帥に昇進。1958年から、 ソ連国防省観察総監。1970年11月19日、死去。赤の広場のクレムリンの壁墓所に埋葬。最大、二男一女を有した。長男アンドレイは、予備役大佐。次男ウラジーミルは、予備役海軍大佐。ありがとうございます。